ガンダムにも匹敵する圧倒的な高性能。コンセプトもよく似た耐久性抜群ながら、回避型のエース機。じゃあなんで消えたのだ？この動画は、濃いめのガンダムオタクゆずきゆかりと、ライトユーザーのズンダモンがガンダムを解説していく動画なのだ。なるべく、ガンダムに興味がない人にも、興味を持ってもらえるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのだ。さあ、今回はこのモビルスーツ。この時代最高峰の傑作機、RGM96X ジェスタよ。この地味で全然活躍してないモビルスーツが最高峰なのだ。まあ地味なのはそうね。まともな戦闘は3機で数機の時代遅れを倒しただけなのだ。まあアニメではそうね。しかし、活躍できなかったことと、モビルスーツがすごいことは、また、別の問題。そこも踏まえて、ジェスタの凄さを解説していくわね。RGM96X ジェスタは、地球連邦が提唱した UC 計画のために、アナハイムで建造されたモビルスーツね。ふむ。ご覧の通り、ジェガンタイプの発展機で、上位機種として作られた機体で。そもそも UC 計画は最大稼働時間が5分程度しかないユニコーンガンダムがネオジオンにプレゼントした指南樹やらのサイコマシンを撃破して地球連邦万歳やっぱりニュータイプなんてカスで地球連邦こそが正義ですをやるための計画だからいわゆる露払い的なものは絶対に必要だったのよね。ネオジオンはもう時代遅れの旧式がほとんどなのだ。その上でユニコーンガンダムに追従できる性能が求められていたわけだから必然的に高性能なモビルスーツにはなるわね。すなわち完璧な万能いつもお世話になるモビルスーツバイブル68号などはこれをスペシャルスタンダードと表現してるわね。おお、すごいのだ。すごいわジェガン。正確に言うと D 型のジェガンの発展機なのに性能はなんとかつての傑作機ニューガンダムの9割ほど。サイコフレーム未搭載で他のサイコにもないのに9割なのだ。あくまでもスペックは9割ってだけだからこういう細かな反応速度もろもろでは普通にボロ負けしてそうではあるけど、しかしモビルスーツバイブルには足の裏はジェガンとほぼ同じとかパーツの一部が共通化されていたとあるからある意味ではニューガンダムの正しく真っ当な量産タイプって感じなんじゃないかしら。ニューガンダムさんは本当に堅実な作りのモビルスーツだったのだ。 MG プラモデル解説書曰く要約すると最新のマニピュレーターが生み出す駆動の繊細さは比べ物にならない殴り合いでも機能性を損なうことのないレベルとあるから本当にあの決戦のように全てを出し切るギリギリの戦いでも最後まで性能を 100% 維持し続けるってことが可能なんじゃないかしら。おお。性能はこんな感じ。出力が 2710kW に本体重量が 24.8 トン武装と燃料搭載で 57.2 トン推力が 89,030kg に装甲がチタンセラミック複合材に一部ガンダリウム合金ね。ふむ。ちなみにこれ外見がジェガンより向き向きになってパワーファイターみたいに感じるかもしれないけど実はバリバリの回避特化タイプよ。モビルスーツバイブルにも不特定多数の敵に対して確実にかわし当てることが可能なパイロット前提とあるわ。エース用なのだ。せっかくなので比較対象としてよく上がるニューガンダムはこんな感じ。出力が 2980kW に本体重量が 27.9 トン全備重量が 63 トン推力が 97,800kg に装甲がガンダリウム合金ね。綺麗に1割くらい差があるのだ。とはいえさっき言ったようにジェスタはサイコニュないから実際の戦闘能力の差は1割なんてもんじゃないと思うけどね。 OS やもろもろの基礎技術はジェスタの時代の方が上だと思うのだ。それは確かにあるわね。ニューガンダムはジェガンとの互換性を意識しながらの最高品質。ジェスタはジェガンとのパーツは一部が共通化だからここもちょっと違うわね。いざという時はジェガンのパーツも使えるニューガンダムと通常時でもジェガンのパーツを使ってるジェスタとなのだ。なんか少しいじって背中にフィンファンネルつけたらそれだけで完璧な量産型ニューガンダムになりそうね。根本の設計思想が似てる気がするのだ。武装はこんな感じ。外付けの頭部バルカンポットにビームサーベル、ビームライフルにハンドグレネードにミサイルランチャー内蔵のシールドね。この時代の基本ど真ん中って感じなのだ。とはいえ個々の質は高くてビームサーベルは見た目ジェガンと同じだけどビーム放出機の最大出力が向上されてたりビームライフルもジェガンのものがベースだけどそこにセンサーやらもろもろ追加して通常射撃モードと連射モードの切り替えが可能になってるわ。これが普通の連射モードの使い方よね。のだ。この連射された弾を別々の敵に向けてほぼほぼ命中させるってやっぱおかしいわよね。アムロさんの神業なのだ。ジェスタの凄さはこれだけじゃないわ。というとジェガン D 型と言ったでしょ。
つまり、このジェスタは生ジェガンのようなもの。乾燥による強化、適応という圧倒的汎用性があるのよ。それがこれ、ジェスタキャノン。性能は、装甲と装備付けた分、本体重量が 24.8 トンから 39.7 トンに、全備重量が 57.2 トンから 75.4 トンに増えてる以外は変わりないわね。だいぶ重くなったのだ。そうね。ただ、モビルスーツバイムルには、水力と重量の比率は、ジェガン D 型と比較しても見劣りせず、ある程度の高機動戦闘も可能、と、あるから。さっき言った通り、元が運動性高い分重くなっても、普通くらいで済んでるんじゃないかしら。でもそれ確実にかわして当てるジェスタ君の強み消してない？まあ、あくまでもオプションってことよね。モビルスーツバイブルには、このキャノンのオプションは、ご気分搬入されたとあるけど、劇中で使ったのは1機だけだったわけだしね。ふむ。それに、通常のジェガン D 型級の速度出せるけど重武装ってのは、やっぱりすごいものよ。武装はこんな感じ。ジェスタ自体の武器に加えて、グレネードランチャーを装備した専用のビームライフル、ビームキャノンと4連装マルチランチャー、それから、両腰に装備してたハンドグレネードと同じものを脚部にも増設してるわ。ただ、このビームキャノンは、ジェネレーター直結で、大出力かつ連続発射可能とあるのだけど、ジェネレーター内蔵とは書いてないから、やっぱり、どこかで割り送ってるかもしれないわね。出力は水力にも武器にも取られるのだ。さらには、劇中には、名前だけしか登場してない EWAC 装備のジェスタもあるし、物語の1年後のガンダムナラティブには、高機動タイプのジェスタや、長距離狙撃タイプのジェスタも登場してるから。高機動タイプの背中がスタークジェガンに似てるのだ。そして、スタークジェガンのものは、ゼータガンダムのものにも似てるから、なんかいいわよね。運動性マシマシって感じで。おお、ジェスタ君すごいのだ。ニューガンダムにも匹敵する、圧倒的な高性能。そして、ニューガンダムと似たコンセプトで、耐久性抜群ながら、回避型のエース機。でも結局消えたのだ。他は漫画でちらほら見かけるのに、ジェスタだけはもう後の時代では全然いないし、むしろ一番最初に消えたモビルスーツがジェスタなんじゃないのだ。では、そこも踏まえて、ジェスタは本当に消えたのか、を考察していきましょう。さて、ジェスタに関する、とても大事なお話。まず、大前提として、これ正真正銘ガチガチの、本物のエースしか乗れないわ。偽物のエースなんているのだ。はぁ、あ。政治的に強いらしいこの人たちは、みんなジェガンとかリゼル止まりだったわね。そして、プリズマティックモビルズパート1を要約すると、96年に生産された前機が、12機すべてガラーカイラムに所属。暫定地球連邦最強の部隊にしか配属されてないのだ。一応、小説版木巻の229ページには、在来機が全部降ろされたのは、目的が試験に限定されていたから、とはあるのだけど。本当に？それだけは、降ろせなかったのでしょうね。これを降ろしたらアムロさんが帰ってきた時に乗るモビルスーツがなくなってしまうのだ。まあ、実際の理由は、わからないけどね。けどガンダムナラティブでなんかわけわからんおじさんたちが乗ってたのだ。あ、この人たち多分、化け物級に強いわ。え、この人たちが？グレートメカニック G 2018冬号の8ページに、監督さんの発言を要約すると、こうあるわ。ヨナは、ジェガンに乗って普通に戦ってたら、ギュネイみたいなパイロットにあっさりやられちゃうでしょう。その上で、劇中で、中の上と言われてるし、シェザール隊と模擬戦を行って、普通に負けてるわ。でもそれじゃ、結局リュネイの強さがわからない限り、ヨナ君とヨナ君より強いシェザール隊の強さが。あなたはカラバ時代からアムロ隊員に付き従いジム3で上位機種を撃墜し、さらにはギラ動画も倒し、サイコフレーム搭載機の役と動画に映画が始まる直前に敗北し、将来は共同団の指揮官を務めるボッシュ、ウェラーさん。どうやら繋がったようね。のだ？のだ？ギュネイにジェガンで負けるであろうヨナが中の上、シェザール隊はヨナより強い。であれば、大隊上の下想定。そして、ボッシュはジム3で、ギラ動画を撃破し、ギュネイと戦い、撃墜される。すなわち、シェザール隊は、全員外伝作品主人公級。はぁ、あ。で、ここからは、アムロやシャアが上の上、と仮定した上での考察なのだけど、ジョニー・ライデンの機関16巻に、シャアと戦うヤザンの表として、こいつ本当に、あの金ピカを操っていた男なのか？というのがあるわ。つまり、どういうことなのだ？おそらく、クワトロ隊員は上の中程度、そして、そこと戦えるヤザンやブラン隊員も、同じく上の中程度。となると、ゼータガンダムにおける、エウー5対ティターンズの戦場は、外伝作品ラスボス級かそれ以上がはびこる、とんでもない戦場だってことになるわけで。はぁ、あ。
さらにそこからあくまで漫画版、しかし作品の監督が監修ということで、ダダの漫画版よりもやや公式よりっぽい気がする。ガンダム0083リベリオンの17巻でティターンズ入りしたモンシアがティターンズの中でもそこそこ強めくらいな書かれ方してるのよね。つまりどういうことなのだ。あくまでも仮定に仮定を重ねた推論でしかないけど、そのモンシアよりも強い想定のコウ・ウラキ、そしてアナベル・ガトーはおよそ超の中クラス、すなわち大体ヤザン級。なんと。そしてそこから上の中の上積み、あるいは上の上になるにはギュネイの壁というのが存在しているんじゃないかしら。ギュネイの壁。ギュネイに負けると上の下から中の上、ギュネイに侵勝すれば上の中かその上積み、ギュネイを瞬殺すれば上の上みたいな。ふむ。そうなるとまた別のものが見えてくるわね。というと、そもそも外伝作品ラスボス、主人公級が主に乗る超高性能量産機なんてその辺に普通にいるわけないじゃないみたいな。つまりチェスタは消えたのではなくてずっといたけど、そもそも外伝にチラッとでも映ったらその人はラスボス、主人公級だから戦うと普通に勝って、その外伝作品はそこで最終話になっちゃうんじゃないかしら。そこにいたら主人公やラスボス級の強さだから実質主人公が2人いる形になるのだ。逆襲のシャアやナラティブみたいに化け物を相手にするのなら話は別だけど、そこまでの敵なら本編でやるわけで。それにそもそもジェスタは立ち位置が他の消えたモビルスーツと違うのよ。あら、そうなのだ。これはリゼル解説動画でも触れたのだけど、リゼルは売り手側のアナハイム社がいろいろ理由をつけて連邦になんとか売り込んだけど、チェスタはそもそも連邦が立ち上げた UC 計画の機体だから、連邦がこういう機体が欲しいと注文した結果、望み通りのモビルスーツとして生まれたわけで。 UC 計画って結局失敗してないのだ。連邦宇宙軍の再編計画という大きな枠組みはちゃんと継続してるんじゃないかしら。というかゼネラル・レヴィルが潰れたから、むしろこっちが主役になった可能性すらあるわ。というわけでジェスタ考察をまとめると、実は性能含めた機体の作りもろもろもまるでサイコミュなしの量産型ニューガンダム、現実堅牢、それでいて回避重視でビームライフルもマシンガン機能搭載、他も全部高品質。 UC 計画は失敗したけど、ひょっとしたら外伝作品のラスボス、主人公級が乗る超エースの特務モビルスーツとして長いこと存在したかもしれなくて、でもボッシュ指数からのふわっと計算でチェスタが作品に出てくると、多分外伝作品ならそこで勝負ついちゃうので、ある意味絶対に出しちゃいけないレベルの機体。その上でパイロットの技量も外伝作品主人公級が求められるので、本編以外ではもうそんなのポンポンいるわけがなくて、そこそこのエースやそこそこのベテランクラスならリゼルやらになってしまうため、今後もめったに見かけることはない機体って感じかしらね。ふむ。考察だけどね。ジェスタは脇役なのに強すぎる。本編ならもっと強いの出せるからいいんだけどね。主人公より強い脇役が前作主人公機とほぼ同等の量産機に乗ってたら、敵がものすごい強くないと1話で決着つくのだ。ちなみに映像化されたのが公式という考えに準じるのなら、今のところジェスタのパイロットは死者0人で全機全員生存してるわ。なんとっていうか、それ考えるとこのシーンの絶望感半端ないわね。地球連邦最強の指揮官と超高性能量産機に乗った外伝作品主人公級が12機で奇襲を仕掛けてきたのだ。なので多分だけどチェスタは消えてないのよ。こういろんな外伝があるけど、作品として世に出したら何のドラマもなく普通にチェスタが圧勝してるから面白くないだけで、多分どこかで普通に無双してるんじゃないかしら。もちろん超少数精鋭としてね。ふむ。さて今回の動画はここまでよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。他にも小説家になろう等のネット小説サイトにいろいろ投稿してたりもするから応援してもらえると嬉しいわ。それではぜひまた見てね。またねなのだ。